マキタスポーツ、マキタスポーツ、1970年1月25日体は、日本のお笑い芸人、ミュージシャン、俳優。本名は、マキタユジ、渡辺エンターテインメント所属。芸名は、実家の野号から取っている。身長168センチメートル、血液型は、A 型。既婚で、双子の子持ち。山梨県山梨市出身。 山梨県立氷川高等学校、国士館大学卒業。大学卒業後、地元である山梨に戻りモスバーガーの副店長として、勤務するも半年で退社。フリー,イーター生活を経て、28歳の時に、芸人デビュー。浅草キットが主催していたライブ、浅草お兄さん会でデビューし、第5代チャンピオンとなる。蜂蜜、ジロー、現、東京ダイナマイトと、 インディーズ事務所、トンパチプロを立ちゲルも、2年ほどで解散。フリーを経て、浅草キットの紹介で、オフィス、北の所属になる。R-1 グランプリ2011で準決勝、進出。2012年1月20日には、TBS テレビ、中井雅宏の金曜日のすまたちへ、に出演し、音楽研究家として、過去30年間のヒット曲から、 ヒット曲の法則を分析し、その法則にのっとり制作した10年目のプロポーズを発売。歌ネタを決定戦2013で決勝進出。この頃から俳優として映画、ドラマ出演も行っており、映画、区域列車でブルーリボン賞新人賞、東京スポーツ映画大賞新人賞を受賞した。2015年出演する映画、みんな。 エスパーだよ。で、役名のテルさん、長野テルミツとして、挿入曲を担当し、フルバージョンのメガボルトの監督を務める。2018年4月23日、所属しているオフィス北野のマネジメント問題から、出演している、東京ポッド許可局、TBS ラジオの東京ポッド許可局局員、米粒社協、石間一平、三級達を、プチカシマと、 フリーエージェント宣言を行った。その後、同年6月18日放送分の同番組内にて、渡辺エンターテインメントへ所属することを発表した。クオリティの高いパロディソング、ミュージシャンの思考形態の模写を得意とする。自身が得意とする、作詞作曲モノマネを始めたきっかけは、長渕剛が、長渕剛のオールナイトニッポン、日本放送で、 ボブ・ディランや吉田拓郎のギターの弾き方の癖を分析し、彼らの真似をしてギターを弾いたのを聞いたのが始まり。そのため、長渕剛さんが自分の原点とも語っている。そこから転じて、長渕の乾杯とサザンオールスターズの糸しのエリーをマッシュアップした糸しのエリーに乾杯と両者の船仮説をモチーフにしたネタを披露したこともある。なお、 クワタケスケについても、和洋折衷な音楽性を認める発言を著書でしており、口述の通りミュージックビデオへの出演経験ある。自称、ネタのできるミュージシャンとして、ロックバンド、マキ田学級としても活動。2006年、ロックインジャパンフェスティバルに出演、出演したステージは違ったが、同じ日に出演する、矢沢栄吉のモノマネを披露し、会場を笑いに包む。 うますぎてブレークできない芸人と高田文夫に評価されていた。2007年10月5日、6日と2日間にわたり、自らお笑いトロックの究極のフェスと掲げる、牧田学級大文化祭を開催した。2009年当時は、い、e. い矢沢の名前で、矢沢英吉のモノマネで出演もしていた。数多くの旬な有名人を取り上げてきた、SPA の エッチな人々登場。2005年6月など、早くからその才能に、白羽の矢が立ち、また文才も兼ね備えている。浅草キッドの水道場主博士からも、非常に高く評価され、売れる5年近くまで、毎年、今年来る芸人に、マキ田スポーツをあげていた。博士は、マキ田スポーツを、自分がブログを始めたのは、マキ田の面白さを世に知らしめるためと言ってもいい。 才能が渋滞しているオフィス北野の最終兵器と絶賛していた。特技は剣道で高校時代に山梨県大会準優勝の実力を持ち高校総体にも出場した。父親がハゲでありカツラを着用していた。最初の頃はカツラとわからないような立派なカツラだったが次第にやる気をなくしたらしく母親が購入した 婦人用カツラを自らカットし物を着用し始めた。父親曰くカツラをつけるより外す方が勇気がいるということで番組でカツラ卒業式を企画。カツラに風船をつけて飛ばしてカツラを卒業するというものだったが風船の数が足りずカツラは飛ばなかった。重栗り監督にて重ぶいとしてリベンジを果たした。重ぶいの内容で逆上がりをして カツラが外れ、慌てて、母親が、買い物袋で頭を隠す、犬にカツラを加えられて追いかけるという回想シーンがあるが、牧田曰く実話だという。どんべい、日清食品のうどんの大ファンで、通常は5分が推奨されているお湯入れの時間について、10分、どんべいを推奨している。もともと、インスタント麺に対しては、片茹でするより、ちょっと伸びてるぐらいが好きとのことで、 通常の倍の時間にすることで麺がツヤツヤツルツルになるのだという2015年11月に自身のラジオ番組でこれを話題にしたところネット上で話題となりついには日清食品がこの件についてジョークの謝罪文をウェブに掲載マキ田と開発担当者が対談するまでに発展した対談はとても前向きなものでありマキ田自身も5分で完成すること自体に 反対していないこともあり、むしろ個人的思考に対して、日清の寛大な対応に感動したという。なお、この広告展開は、ツイッターのトレンド入りし、2万ツイート以上を拡散。サイト PV は一瞬で100万を超え、2016年1月、及び2月の商品の売上は、前年比150%を達成。結果、10分どんべは、 カンヌライオンズ2016で PR 部門ブロンズを受賞した。この影響から、マキタの出演しているラジオ番組に日清食品がスポンサーにつくことになった。マキタスポーツ率いるロックバンド。2001年11月にマキタスポーツのバックバンドとして構成され、2006年3月より現在の3人編成で精力的にライブ活動を行う。 2006年10月に東京都新宿区の老舗ライブハウスロフトのレーベルよりファーストアルバムマキタスポーツの金儲けをリリース。自ら主催するシャレのわかるアーティストとロックを感じる芸人を集めたバカバカしくて切ない感動的ロックイベントロカールームは豪華な出演陣もさることながら音楽と笑い新しい空間を見事に演出して好評を得ている。 構成メンバー、詳細は、プロフィールを参照。すべて巻き学級名命に、楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。